絶対知る。そうだね、結構他2人がギラギラしてるから、うん、そんぐらいなんか白が入ってた方が明るい方はコート革ダンがいいかな。ちょっと後でやってみてたね。ミュージック撮影頑張るぞ。一言くらい喋ります。待って準備中。あ、いいっす、いいっす。しまった。しまらん。音ってどうする？撮ってるよ。何ですかね。シャドウイズライト殺さない。あそこにベース残されたのが重いな。ゴミみたいにしてられてる。重いな。投げ捨てたみたいな感じで置いたんです。すいません、痛くない。いいな、これレトロフューチャー感。ちょっと全く弾けないか。いいな。あ、いつもの感じだ。いつもの感じ。俺もいつもの感じです。みんな一回は来たことあるやつやな。そうだね、レイジ以外。真っ暗な街の上辺を飾った無数の窓明かり。めっちゃ甘い。めっちゃ美味しいです。中がガムガム。いや、いい。噛み合わなかった。遊んでやるのがいいかもしれない。あの感じの街、マジであの人じゃないし。いや、逆になんかめっちゃ危ない感じの街じゃん、結構あれ。でね、さすがにやるパターンの人トリッキー系マジ。一回、例のマジック見ようかなと思って。池袋のライブやってたから見に行こうと思って。遅刻して間に合うそうだね、もうそろそろ。じゃあ、流星くんスタンバっていただければ、はい、もうそろそろです。 OK です。はい、レイまたかよ。まあ、ちょっと心の準備。心の準備。すごい。あ、でも、なんかこういう人いる。流星が今から撮るよ。爪痕残してくれるっしょ。流星緊張してるよ。
持ってきた瞬間音楽止まった。シャドウイズライト殺さない目を背負って血染まった記憶の数だけ突き刺さった。シクストライのミュージックビデオ撮影1年ぶりぐらいなんですけど、この1年間結構他のアーティストの PV を撮ることの方が多かったんで、なんか自分のバンドになるとすごい新鮮な感じです。自分も映んなきゃいけないので、このモニターを見たりドラム叩いたりあっち行ったりこっち行ったりで結構忙しかったですけど、ちょっと編集が楽しみな感じになってます。はい、ミュージックビデオ撮影終わりました。シクスライとして初めてのミュージックビデオ撮影で、僕はなのですごい緊張しましたけども、めちゃめちゃいい作品になってると思うんでよろしくお願いします。砂時計のシーンとかエロいかぜひあれエロかった。うん、めちゃくちゃエロかった。こっちで見てる限りは日本一エロいワンショットだった。そこはまあぜひ皆さん注目して見ていただけると感性が豊かになります。リュウセイ、歩くカップにさ最初こう手と足が同時にその映像どうぞ。すいません。そんなこと。今回はですね、今まで撮ってきたミュージックビデオと比べるとより動きのバリエーションだったりとか演技をできたんじゃないかなと思ってます。自分にこうパッてアップになった時に表情の付け方とか、難しかったです。こんな感じで、あとはリーダーのコメントを楽しみ。はい、伊豆。見てこのひらひら。いいでしょ。いいでしょ。このさだめ。血となった記憶の数だけ突き刺さった黒い影を全て壊して真っ黒な頃で愛の日